ライブニュースアイのコーナー。今日は台風10号災害から6年、大雨災害から家族を守る備えを森尾アナウンサーと考えていきます。こんばんは。6年前の台風10号で岩泉町内では関連死を除き21人の方が亡くなりました。このうちおよそ8割が65歳以上の高齢者です。台風10号の後も全国各地で大雨災害発生していますが、高齢者が逃げ遅れるケースが多く災害時の課題となっていますよね。はい、高齢者の避難については各自治体が計画を立てることになっていますが、課題が多いと専門家は話します。危ないと思ったらお年寄りに声かけて一緒に逃げてくださいねってい う段階だったんですが、それだけではちょっとうまくいかないぞということになってきたわけですよ。こう話すのは地域防災を専門にする跡見学園女子大学の鍵谷はじめ教授です。やっぱり計画が必要なんですね。今の段階では、避難行動要支援者と言われる方々について全部作ってるよっていうのは1割ちょっとの自治体なんですね。自治体の計画が思うように進まない要因の一つには、防災や介護など専門知識を持っている人が少ないことだということです。ではここで県内のデータを見ていきます。こちらは65歳以上の高齢者の数です。1991年には21万人でしたが、この30年で2倍近い40万人に増加。さらに単身高齢者世帯は2020年でおよそ6万2千世帯と、一人暮らしをする高齢者も多くなっています。こうした高齢者の命を守るために、災害時には地域で助け合う必要があると思うんですけれども、そうした取り組みも増えているんですよね。そうですね、増えてはいるんですが、なかなかどのタイミングで誰に助けてもらって避難をするかというところまでは定まっていないそうです。そこで今日お伝えするのが逃げなきゃコールという災害から家族を守る取り組みです。これは台風10号の2年後、2018年の西日本豪雨で家族などからの呼びかけをきっかけに避難したという人が多かったことから始まった国土交通省の取り組みです。使い方はまずヤフーやドコモなどの防災アプリをダウンロード。遠くに住む家族や友人など災害が起こった時に逃げてほしい人が住む地域を登録。その地域に災害の危険が迫ると通知が来るようになります。そしてその通知を受け取ったら電話で知らせる。つまりこれが逃げなきゃコールです。こうした電話が高齢者の避難の後押しにつながるといいます。やっぱりいろんな人から、遠く離れた家族から言われる、近所の人から言われる、ケアマネさんから逃げたかって言われる、行政からも早く逃げましょうって言われる、もう分かった、逃げるしかないなと、多重に声がかかるということはすごく大事。スマホに慣れていないお年寄りでも電話で伝えられるので避難につながりそうですね。そうですね、特にこう身近な人から伝えるというのは言葉が届くと思います。そしてあさって9月1日は防災の日です。県内各地でも避難訓練などが行われますが、改めて防災への意識を高めてほしいと思います。以上、大雨災害から家族を守る備えについてお伝えしました。